ありがとうございます。はい、始まりました。はい、はい、ですか、ちょっとございます、はい、昨日、はい、大筋旗、三枚おろしにして、はい、地元式の大筋旗、はい、三枚おろしにして、で塩を軽く塗って、はい、で寝かせました。1日、はい、熟成させました。はい、1日だけだよね、うん、1日ぐらいじゃ本当はね、多分ダメだと思うんです。あ、もうちょっと、もう 4,5 日ぐらいの、うん、4,5 日、まあ、1週間から10日ぐらいかけて食べた方がだ、もっともっと味出ると思うんです。で、この熟成のメギット、はい、メギットも少し紹介します。今度はちょっと出てるんだ、わかるかな、この髪が抜けてる感じ。あ、わかります。わかります、はい、皮が、はい、濡れてる、はい、皮面はやっぱり濡れてないですよ。うん、で、メリットを言うとやね、要は当然に高価なもんやで、はい、これ全部使うっていうことしなくてもいいわけですよ。はい、うん、で、お節、まあ、背中の部分、はい、で目節、はい、腹の部分あったら大体、腹目節の方を残して、はい、まあ、なんでかっつうと、まあ、この血合いの部分であったりとか、この腹の膜であったりとか、こうやって保護するもんが、ね、保護する面積が多いから、はい、うん、こっちを残して、じゃあこっちだけで、はい、お節だけで、はい、背中だけでやってみましょう。はい、この部分だろう、まだね、うん、保護されてるから、はい、よいしょ、今これはね、次の機会にっていうのかな、まあまあ本当に、例えば、こっちのタイミングで、はい、打っていけるっていうのが、このやり方の強いところ。あ、で今日は、お刺身で、お刺身で、はい、はい、行きますけど、今回は多分、自分でやってて思うのはこれ、火入れる魚ほど、はい、なんかその違いが出てくるかな。火入れるほど、うん、火入れる魚ほどなんかその違いが出てくるかな、うん、あとね、まあ、正直なとこ言ってね、はい、これの半分くらい使えばいいよね。あ、うん、そうするとどういうことができるかというと、必要なこういうとこだけが使える、うん、ここもまた今度、はい、今度はいいかな、一応してみましょう。はい、うん、ちょんちょんで切っちゃおうか。切りましょうか。切りましょう。はい。やばいね。やばいね。やばいね。やばうん。
らかいっていうことが多分めったにないですよ、はい、このやり方なら。はい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 、贅沢だなこれ。ちょっとね、はい、うん、スーパーの刺身だよね。なんかあのものそのなんていうかな、大根の件がやたら多くなってしまうっていうね。うん。皿に盛ってあんまりそうしたくないかなと思って。そうですね。あんま使わないですよね。あんま使わないですね。こんなに餃子使わないです。餃子って日本語？日本語です。あ、日本語じゃなくてあの福井語。福井弁ですかね。餃子、餃子、餃子、餃子。わかりません。もりもりですよ。まあ、めっちゃ食べられないですからね、本当に。本当ですね、うん。人生で一度食べれるかどうかっていう。そうそうそう。うん、できましたね。できましたね。ザ実食って形ですね、これね。実食。お久しぶりなんで。ああですね。全然タイミングありませんけど。どっから行きましょうかね。ここ？うん、ここや。はい。ここから行きますか。はい。あ、うまーい。違う、違うやつこれ。あ、うまーい。違うやつ、違うやつ。あ、うまいわ。うん、うん、いやもうこっからでもすごい美味しそうですよね、うん、雑味なく、うん、すごく美味しいですよ。ちょっと縁がついてる。はい、うん、尻尾なんだけどね。うん、あ、ですよね。そうそうそう、尻尾の方なんだけど、うん、ああなるほど。これはね、ここの弾力がすごいですよ。脂もすごい。とね、切り方としてはこれね、はい、あの、はい、ごっつい切ったやつ。ごっつい切ったやつ。ごっつい、ごっつい切ったやつ。食べ応えがありそうです、ね。食べ応えあるんです。すでんねん。うまいね。本当にこれ本当うまいね、これ。これね、多分ですけど、これ美味しいんですけど、はい、ね、多分まだ早いんですわ。おー、うん、多分まだ早いです。で、はいはい、やっぱりあと3日以上は寝かさないと、はい、本当のね、この味っていうのが、うん、まだそのばらけてる感じがあるんですよ。こうなんかね、油の部分と、はい、でそのあっさり白身っていう部分と、うん、けどほら三枚おろしした時に骨見たじゃないですか、はい、うん、で骨についてて、骨じゃないわ、包丁についてた油みたいでしょ、はい、あのこと考えると、きっと多分身の方にもまだ伸びしろあると思うんですよ。ですんで、まあこれ尻尾の部分とはいえ、これ尻尾ですからね。尻尾ですね。うん、尻尾の部分とはいえ、今残ってるのは背中の頭の方と、まあ要はあの上。はい。うん、で、あと腹、残ってますんで、はいはい、そのことを考えると、あと2、3日。2、3日。うわ、それから1週間ぐらいをかけて、熟成、はい、うん、ただ寝かすだけじゃない、ちょっと塩を打って脱水をかけてやった熟成として、召し上がりにはこれ入れるのがいいかなと。うん、手順見てもらった通り、
決して高いからといってこうね尻込みするんじゃなくて、はい、ああいった形で本当に必要な分だけ、はい、うん、下ろしてそれで対応していくってことができるのがこの洲本式のすごいところだから、はい、うん、まあできればですねみんなもやっていただきたいなというふうに思います。はい、もう一口。はい、どうぞ。今ありがとうございますって嬉しいね。切ってバクバク食べようかなと。ちょっと残しとくで。本当ね。うん。ということで、はい、多分一生に一遍、はい、触れるかどうか、食べれるかどうか、はい、という、大筋旗。お寿司旗、はい、やらせていただきました。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。バイバイ。あ、バイバイ。